ジョゼ・ヒラーノもトリアナ、ホセ・ヘロニもトリアーナ・シルバは、コロンビアの植物学者、医師である。ボゴタで豊かではないが名家で生まれた。両親は有名な教育家で、ヨハン・ファイン・リヒ・ペスタ・ロッチの教育法の紹介や、子供のための創造的な教育法についての著書を、表した。コレヒオデル・エスピリット・サントで、ロレンツ・マリア・ジェリスの下で学んだ。1851年に、 国の植物委員会に参加し、1857年まで働き、2200種の植物を掲載する植物図鑑の編集を行った。1857年に結婚した後、フランスに渡り、プランションやランダンダの著名な植物学者と交際し、南アメリカのルエバグラナダの有用植物の研究を行った。政府の援助の乏しい中、 イニューマーションでラスプランタスでヌエヴァ・グラナダを出版した。1874年からパリのコロンビア総領事を務め、多くのヨーロッパの植物学会、園芸協会の会員に選ばれ、植物学会の会議に参加した。1867年と1878年のパリ万国博覧会では、植物標本の展示で賞を得た。1889年の博覧会には、 政府の援助がなかったにもかかわらず、博覧会にコロンビアの人々から集めた展示品を展示して参加した。フランスで販売される一連の薬品を開発し、コロンビアの学校のためにいくつかの教科書も執筆した。鳥穴は植物の学名で命名者を示す場合に、ホセヘロにも鳥穴を示すのに使われる。ありがとうございます。